サー・キャメロン・マッキントッシュは、イギリスのミュージカルプロデューサー。世界を代表する演劇制作者の一人である。ロンドン北部インフィールド生まれ。カトリック系の学校である、プライアーパーク・カレッジを卒業後、ドルリー・レーン劇場に入り、大道具係などを経験する。舞台監督助手、副舞台監督を経て、20歳でミュージカルの制作に本格的に携わる。 1981年のキャッツを皮切りに、レミゼラブル、オペラ座の怪人など数多くのミュージカルをヒットさせ、不動の地位を築く。1996年ミュージカル産業への貢献を評価されて、ナイトに叙訓され、サーの称号を受ける。現在、ロンドンの演劇街、ウエストエンドに7つの劇場を所有している。総資産6億7500万ポンドとも言われ、 イギリス音楽演劇界において、u 通やエルトン・ジョンを抑えポール・マッカートニー、アンドリュー・ロイド・ウェバーに次いで3番目に成功した人物とされている。2012年公開のミュージカル映画、レ・ミゼラブルには、プロデューサーの一人として参加し、第85回アカデミー賞作品賞にノミネートされた。ありがとうございます。